オカルトを楽しく学ぶ、オカルトエンタメ大学のお時間でございます。えー、はじめまして。私は、七不思議というコンビで活動しております。吉田萌々と申します。よろしくお願いいたします。えー、普段 YouTube の方でですね、七不思議というコンビで活動しております。そしてその中で、 元々この漫才っていうことをやっていたんですけど、その中でですね、YouTube チャンネルの中では階段であったり、オカルト全般を取り扱うチャンネルとなっております。えー、相方に大赤みのぶというのがおりまして、その二人で活動しているコンビなのでね、え、これを機会に覚えていただければと思います。で、その中で今回ですね、一度も語ったことのない初出しの階段を皆さんに披露したいと思います。どんなお話なのか、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは早速授業の方を始めましょう。 このお話というのがですね、日本のお話ではないんですね。アメリカのウェストバージニア州にあります、ポイントプレザントという街で起こった出来事なんです。で1960年代に起こった出来事、だから今から約60年前のアメリカでの出来事なんですよね。ある日の夜11時過ぎだったそうです。とある夫婦がドライブをしていたと。で、もう一組の夫婦も乗せて、まあ4人ですよね。ドライブしていた。自分たちの街に向かっていたそうなんですよ。 で、この場所というのがですね、TNT エリアというところをドライブで走行していた。なんだ TNT エリアとはというのは、昔第二次世界大戦で使った爆弾などの製造工場であったり、保管庫であったり、ドーム状になっている倉庫などがたくさんあるところだと。で、その場所っていうのはもうほとんど使われていない。廃墟のような状態になっている場所も多かった。そこを夜のドライブ走行してる。やっぱりちょっと怖いですよね。なんとなく早く自分の街にたどり着きたいなと思っていたそうなんですよ。その時に、 夫婦がですね、運転している旦那、そして横に乗っている妻、妻の方が気づいたそうなんです。これからルート62という高速に乗って自分たちの街に向かう、その途中でですね、入り口ら辺にある奇妙な生物がこちらを睨みつけているように立っているのを目撃したと。で、その奇妙な生物、なんで奇妙な生物かと思ったかっていうと、まずね、赤い目でこちらを見ている。 で、大きさが約2メートルもあってその背中には翼がついてるんですってで、その翼っていうのは多分遠め、1 0メートルぐらいの距離ですよだいたい翼が端まで 3m ぐらいのものはあったんじゃないかってそんな生物が睨みつけるようなこちらを見ているっていうことでとても驚いたそうなんですよで驚くと同時に奇妙な怪物だから車は止まってしっかりこっちも見たわけなんですけど生物がゆっくりゆっくりこっちに向かって歩いてきてるそうなんです それにびっくりして、もう急いで車を出してっていうところで、もう法定速度を超えてるようなギリギリのスピードでどん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 走っていく。で、運転する旦那、そして横で妻というのが、その生物が追ってこないか確認しているようなんですけど、どうやらその生物なんと、あろうことがあんなに容態を言うたしたのに自分たちを追いかけてきてるのが分かった。しかもそれは空を飛んで、だけど、翼ははためいてないんですよ。 翼動いてない状態でこちらを追いかけている。ものすごいスピード160キロ、70キロ出してるのに、その怪物ってのは追いかけてくるから、必死に車でいつの間にかでも振り払うことができた。その時でも、怪物の鳴き声、キー、キー、キーって車の中に響いてくるような鳴き声も聞こえたそうなんですね。で、街の手前でその不意にその怪物がいなくなって、もうこんなことがあったから、もう警察に言うわけです。 保安官事務所まで行って、ことの司祭を話して、で、その場所にじゃ戻って検査、見てみましょうっていうことになったんですけど、特別異様なものは発見されなかった。怪物の形跡もなかったっていうところなんです。という今のお話なんですけど、実はその翌日に同じエリアで似たような体験談が起こることになります。この TNT エリアという先ほど説明したエリアにある、とあるお家があるんですけども、そこのお家にですね、 一組の夫婦が訪れたと。午後7時ぐらいだったそうなんで、一緒に夜ご飯でも食べましょうということで、ピンポンと訪れたそうなんですね。その時に出てきたのは3人の子供だったそうで、お子さんが出てきたんですよ。お父さんお母さんはって言ったら、あ、お父さんとお母さん今、教会に行っているということだったんですね。で、このポイントプレザントという町はですね、人口約6000人で、 えー、その小さな町なんですけど、教会の数が20以上あるということで、えー、皆さん非常に信心深い、えー、経験な信者が多い場所だったと。だからお父さんとお母さんはその時に、まあ、礼拝に行っていたと。だからいないんだ。あ、そうなんだ。わかった。じゃあ、また来るね。ということで、その夫妻はそのお家を後にして、しっかり留守番してるんだよ,なんよ、ね、なような一言をかけて自分たちが車を止めている駐車場のところに戻った。するとね、旦那に向かって奥さんの方が言うんです。えあれ、おかしい。ちょっと見てみて。何 車止めてるじゃん。あそこの陰でさ、何かいるよね。夜7時ですから、結構暗いわけなんですけど、何者かが自分たちの車の陰で動いているのがわかるっていう人なんですよね。それっていうのが、人間ではない。それなんで人間じゃないかというと、灰色の体をしているんですって。それがうずくまるようにしているんですけど、こうゆっくり地面から立ち上がってきた。で、その立ち上がってきたその大きさというのが約2メートルほどであって、何より特徴だったのが、 目だそうなんです。人間ではない、ランランと輝くような赤い大きな目をしていた。怪物がいるじゃないかっていうことなんです。自分の車に乗って戻ることができないから、今、一緒に食事を取ろうとしていた、そのお家まで行ってね。で、あの、三人の子供がいるわけなんですけど、ピンポンとしてまた入れてもらって。 どうしたのっていうか、いや、外にとんでもない怪物がいるからって説明をしちゃそうなんです。で、鍵をかけて、もう絶対外に出ないようにしようねって言っていたんですけど、窓の鍵は大丈夫って子供に確認した。あ、窓の鍵はちゃんと閉めたけど。でも、カーテン閉めないともしかしたら怪物が来るかもしれない。子供が走っていって、窓のカーテンを閉めようとしたところ、その怪物っていうのが家の中をこう、真っ赤な目で覗き込んでいたそうなんです。 急いで警察に連絡したんですけど、現場に急行する頃にはその怪物は消え失せていた。で、この2つの体験談のちょっと前からですね、このポイントプレゼントなど周辺では同じ怪物と思われる姿っていうのが目撃されていたそうなんですよね。まあ、例えばですね、町の墓地にやってきた5名の男性というのが、大きな鳥のような生物がこう飛んでいくのを見かけたっていう情報もあるんですよね。 で、この生物、まあ多分同様の生物なんじゃないかなと思われるところなんですけれども、大きい翼があって赤い目をしていたというところだそうです。で、また、ここから150キロほど離れたセーラムっていう地域の話なんですけれども、とあるお家でですね、ある日の夜に外で飼っていたワンちゃんがいると。と で、そのワンちゃんっていうのがワン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 って激しく吠えるから何だろうと思って様子を見に行ってみると暗闇の中で赤く光る2つの目がこちらを覗いていたっていうことなんです。うわ怖くなって家に入った飼い主で翌朝そこに行くとなんと自分が飼っていた愛犬その姿が消えていたそうなんですよね。このような目撃情報がですね、その年の11月と12月の2ヶ月間に多発しました。まあ こういう未確認というか怪しい生物が現れる時って短い期間に結構キュッと集中することがあるんですね。UFO などでもこのような現象、短い期間に大量に目撃されることがあるとも言われております。で、その数なんとこれは100件以上、100人以上が目撃したということでもあったようです。だけど、 この11月、12月、2ヶ月が過ぎるとおかしいですよね。目撃情報がほとんどなくなったそうなんですね。で、次に目撃されたのがちょうど1年後になります。1967年の12月15日だったそうです。この日、ある、とんでもない事件が起こります。この、とんでもない事件というのが、場所がウェストバージニア州とオハイオ州を結ぶ、まあ、シルバーブリッジっていう、いわゆる吊り橋、想像してください。そういう吊り橋があったと。で、 クリスマスの時だったそうなんですけど、やっぱりね、皆さん買い物出かけますから、まあピークの最中いろんな人が行き帰ってるところ、橋の上ね、買い物帰りの車とか、まあ人とかでもごった返していたそうだったんですよ。で、時刻が、まあクリスマスのメインどころの前、夕方5時、え少し過ぎた頃からですね、何の前触れもなく、橋を吊り上げていたチェーンっていうのが、急に壊れてしまったんですよ。なんてことが起こった。支えを失った橋っていうのは、 川に転落してしまった。で、橋の上にいた31台の車というのが川の中に転落していた。で、駆けつけた救助隊、一晩中救出作業に当たったそうなんですけれども、これ12月の冷たい川ですよね。夜の救助作業ということもありまして、なかなか困難を極めた、父として進まなかったというところもありました。え結果的に46人が亡くなるという大惨事となりまして、また18人が重軽傷を負うような 大事故となってしまったんですよね。で、この崩落事故の前日にこの橋で約1年ぶりにあの怪物が目撃されていたと。なぜこれ1年間姿を現さなかったんだろう。謎ですよね。どこに姿を隠していたのか。そしてなんでこのタイミングで現れたのか。なぜこれが起こった関係性っていうのが未だにやっぱり不明なんですね。で、こんな事件が起こって木にこの怪物また姿を現さなくなるんです。 えー、以上が初出しの階段でした、えー。まだここまで皆さん聞いてですね、なんかこう、どっかで聞いたことあるなとか、ちょっと普通の階段じゃないよねって思う方多かったと思うんですよね。これは有名な未確認生物、ユーマに関する話、それを会談帳で語らせていただいたんですよね。 だから、目撃談として残ってる。まあ、見ましたよとか、何年に見てこういうようなことがありましたよっていう体験談みたいなのってあるじゃないですか。あれっていうのを僕なりにちょっと怪談風に語らせていただきました。そのような形で怪談調にユーマの魅力っていうのをお伝えすることで、まあ、もしかしたら怪談ファンがですね、こういうもの、未知のもの、それこそ未知のユーマっていうものの興味に触れるきっかけになるかもしれないと思って、今回語らせていただきました。さて皆さん。 そのユーマ未確認生物一体何だろうと思っているんじゃないでしょうかその未確認生物というのが実はモスマンという未確認生物いわゆるユーマなんですねでここで改めてそのモスマンの情報を紹介したいと思いますこちら1966年から67年にかけてアメリカウエストバージニア州ポイントブレザントというところで中心に目撃された謎の生物でございます えー、目撃の情報によりますと体長は約2メートルほどであると。で、黒い羽毛で全身が覆われている。そして2つに輝く赤い目ですよね。で、背中に大きい翼があります。で、先ほどの階段の中でもお話ししましたけど、車160キロ、170キロでなんとか逃げようとしたけど、それについてきたっていうところなので、それほどのスピードで飛ぶことができると。 で、首はないっていうのが大きな特徴だから結構ずんぐりむっくりのような体型に見えるっていうところですよねでこの大きな目撃団が、まあ、先ほどお話しした通りなんですけどすごい短い期間にたくさんの人が目撃しているっていうところまあユーマの中 UFO とかでもあるフラップ現象というもので細かい期間というかすごいキュッとした中でたくさんの人が見て急に姿がいなくなってしまうで今回の場合は橋の崩落事故をきっかけになのか姿を消してしまった。 予見していたたののか、か、知らせに来たのか目撃というか観察していたのかこの部分というのが非常に謎なんですよねでこのモスマンの名前の由来ですね目撃談がこれマスコミを通じて広まっていく中であるテレビ局がアメコミのヒーローであるバットマンいますよねこれに習いましてこの怪物をモスマンガオトコっていうことなんですよね 見た目が多分色合い的にちょっと地味な色合いをしていて空を飛ぶで赤い目があるっていうところでまあ蝶ではないガなんじゃないかっていうところで蛾男という名前を付けたと言われておりますでここでですねじゃあモスマンって一体何なんだと何が正体なんだっていうところなんですよねでここでいくつか説があるのでご紹介したいと思いますまず一つ目です鳥やフクロウと見間違えたんじゃないっていう説がありますね まあこれも一般的によく鳥類と間違えるって言われます。で、ここのポイントプレザントだけにいると言われてるね、鶴がいるんですよ。で、その鶴の見た目っていうのが、えー、目が赤かったりするので非常に似ているって言われるんですけれども、実際にものすごいスピードで追いかけてきたり、家の近くでね、現れてその窓の外を覗き込んで、このようなにするというのも、ありえないんじゃないか。可能性低いんじゃないかと僕は個人的には思います。で、二つ目が、 宇宇宙宙人人説なんですね宇宙人エイリアンなのこれね一発目にご紹介しましたその警察官が後ほど現場に行ってみた時に無線に変な音が混じったっていうのがあるんですよね。 モスマンがいたと思われる現場で警察官が連絡を取ろうと無線をかけてみたら、まあレコード版を逆回しにしたような異音が混じった。要は電波に障害があるわけですよ。で、この現象自体っていうのが UFO が現れた時であったりとか、例えば怪奇現象が起こるようなところって磁場がおかしくなるって言いましたよね。そういう意味で言うと、このモスマン、例えばこのモスマンがいた近くに、本人はモスマンに気を取られていたけど、UFO がいたんじゃないか。 その UFO から来ていたんじゃないかとも考えられるっていう。比較的僕は信憑性あるんじゃないかと思ってます。橋崩落の予告をしたんじゃないかと。で、9.11テロの付近に現れたっていう話もあるんですよね。要はアメリカに大きな異変が起こるたびにこのモスマンっていうのが現れる。これというのがこのモスマンが現れたから事件が起こったって大体の結びつけってそういう感じなんですけど、僕は 何かが起こるのを先に知らせてくれた。もしくは何か大事、返事があるのをこう見届けに来た。例えばアメリカの大統領が就任するときに UFO が現れるっていう報告ってありますよね。大統領の宇宙でフェイクかわかりませんけど、宇宙人がいたとか、UFO がいたとか。何か大きいことが起こる前に何か奇妙なものが現れるっていうことはあり得ると思うんですよ。そして UFO と結びつくということからも考えると、モスマン自体は何かを確認。 報告するためにその現象を観察していたんじゃないかなとも考えられます。で、実際、まあいろいろこういう説が上がってる中でですね、まあ僕も一つ思うのがですね、先ほど宇宙人じゃないかという説をちょっと発表させてもらったんですけど、僕としてはですね、その UFO の中でエイリアンが飼っているエイリアンアニマルっていうものがいるとされてるんですよ。 で、これも、これもいろんな考え方があるんですけど、人間が愛玩動物を飼うように、エイリアンも何かそういう愛玩動物を飼ってるんじゃないか。犬や猫のような存在。それがモスマンだとも一つ言われております。なので、この UFO から逃げ出してしまった、もしくは回収し忘れて外に落ちてしまったものっていうのが現在の世界で、その時期にだけ 見つかった。そしてそれに気づいたエイリアンというのがもう回収してしまったからもうこの世界にはいないんじゃないか。あんまり頭のいい行動をとってはいないんですよね。素早く動くっていう身体能力とかはすごかったりするんですけれども、基本的になんかちょっとヨタヨタ歩いてたりするのはもしかして違う次元の世界から来たことによって体調をちょっと崩しているとか。 健康を損なっていたり自分の本当の身体能力を発揮できない状態で発見されているっていうところが僕から考えてみるともしかしたらそのエイリアンが飼っていたエイリアンアニマル説というのをエイリアンがもしかしたらそのモスマン自体を操作して動かしていたんじゃないかとも考えられるのではないかと思います。でもやっぱり階段とは違うけれどもやっぱ奇妙なものに出会うっていう意味でいったらお化けとかもユーマとかも僕は変わらないんじゃないかなってそういうふうに思うんですよね。 で僕自身なんですけどコンビで活動してる中で階段ももちろん僕は話しますだけどその中でユーマっていうのもお話しするんですよねでユーマはものすごく好きなんですよでユーマって言うと皆さん結構どういうものなんだろうとかネッシーであったりとか土の子であったりとか未確認生物のことをユーマって言うんですけどなんかちょっと信憑性がないなって思われる方は多いと思うんですよねだけど僕からすると、 ユーマってまだ見つかっていないだけで見つかる可能性が非常に高いと思ってるんですよ。例えばゴリラであったりとかパンダであったりっていうのも近年までは未確認動物、ユーマだったんですよ。そういうことを見たっていう目撃の人はいたんですけど実際捕まえることができなかった。だけど1890年だったりか1920年だったりでゴリラとかパンダっていうのは比較的近年にちゃんと認知される動物になった。まだ入れない山とかがたくさんあるわけですから そこに入ったら、もしかしたら今まで見たことない生き物はいるかもしれない。見たこともないのにそれを否定することはないんじゃないのっていうふうに個人的には思いますよね。で、あの、ちっちゃい頃から僕は本当にそういう生き物、巨大な生き物だったりとか、変わった生き物っていうのがすごく好きだったんですよ。だから、入りっていうのが僕は恐竜でしたね。 恐竜って、例えば今自分たちが生きてる中で目にするトカゲであったりとかカエルであったりとか、まあなんだろうな、もうそういうでっかい生き物とかがさらに大きくなって、人間がいない中でそれがカ歩していたりっていう時代があったって考えると、永久に会うことはできないけど、昔いたとされているものって、すごく僕はそこにロマンのようなものを感じたんですよね。で、その流れでユーマを好きになり、 大きい生き物を好きになり。だから当然マンモスとかそういう類のものも大好きだったんですけど、いないもの、自分は見たことないけど、他の人は見たとされるものに興味を抱くようになって、階段にたどり着いた部分もあります。自分自身は霊感が乏しいので、実際幽霊を見たっていう経験がないので、だけど自分は経験してないけど、経験したっていう人がたくさんいるじゃないですか。そういう部分に未知への好奇心みたいなものを惹かれて、勇馬、そして幽霊、階段というものは僕は今でも、 大好きです。そしてその魅力を伝えたいとも思ってるんですよね。で、階段とユーマ、同じオカルトでありながらも、やっぱ好きな人っていうのがかなり違うなって思うんですよね。幽霊はいると思うけど、先ほど言いましたけど、ユーマはいないと思うって。でも僕からすると、幽霊の方がいる確率ってどうなのってちょっと思っちゃう部分あるんですよ。だって、ユーマっていうのは、じゃあ、例えば土の子だったとしても、蛇とかね、 トカゲとかのね、亜種でそういうのはいる確率があるじゃないですか。だってヘビとかトカゲは実際にいるんですもんっていうところですよ。それのちょっと変わったもの、もしかしたら奇形だったかもしれないけど、そういったものがいるかもしれないってなってくると、目に見える、見えない、幽霊。いや、それだったら実際にいるとされるトカゲとかヘビとかの変形したものの方がいるんじゃないそして両方とも同じぐらい見たっていう人がいるんだから、いる可能性はあるでしょって個人的にはすごく思っております。 で、そういう意味で言うとですね、階段が好きだけど、ユーマが好きじゃない、あんまり興味がないという人にも、奇妙な生物とか、奇妙な生き物であったり、怪奇体験ということには変わらないですよね。だから目撃者の体験、階段の体験談みたいなものです。怪物の目撃談という形で、ユーマを紹介することによって、少しでも興味を持ってもらえたらなっていう部分がありますよね。で、やっぱり、 怪しいものであったりとか、奇妙なものっていうのを聞いていく。で、江戸時代からあったような階段の文化ですから、怖いものっていうのはやっぱり人間ってのは絶対興味があるわけですよね。口頭無形かもしれないけれども、そんなようなものがいたとしたら、ちょっとドキドキワクワクすると思いませんかというわけで、以上今回ご紹介させていただいたのは、モスマンに関わるお話でございました。えー、ということで、本日の授業は以上となります。 明日はまた別のユーマを会談としてご紹介したいと思いますどうぞお楽しみにそれではまた次の授業でお会いしましょうこのチャンネルではオカルトを楽しく学べますチャンネル登録お忘れなく